て捨てる。ペンを投げて床に散らばった紙くずの上に寝転んでもまたむくりと起き上がる。最高の書き出しってのを本で読んだせいかどうもこう力が入る。入ったって別にあれだ、手紙なんだしと気を取り直して明け方までかかりながらやっと書き上げた。大事なことそうでないこと、あやめも知らず白黒もつけず全部砂漠に降る雨みたいに吸い込まれた。仕方ないな、そう思ってた。それにずっとお互い様だった。伝えても伝えても空振りに終わる。届いたと思うそばから振り出しに戻る。お互い分かってるのにどうにもならなくて、中身のないラリーだけが延々と続く。今はそうじゃない、あの頃とは違う。そんなこともあったって二人で笑い合ってる。だからまた書くよ手紙に、あの時伝えられなかった気持ちをもう一度初めから。今さら何かが変わるわけではないかも、でも新しい1ページにはなる。どうあろうとこの先もずっと二人で歩こう、そう心に決めた頃返事は届いた。呼吸を整えて頼りない手つきで折りたたまれた一枚の薄っぺらい便箋を開いた。時間が止まった、あの瞬間を写真家が切り取っていたらピューリッツァも取れたろう。丸く縮こまった、でも見ればすぐにわかる。あの見慣れたいつもの字でうつむいたように、ごめんあの手紙食べちゃった、なんて書いてあったの。それが返事だった。食うなよ、手紙だぞ。あれだけ言ったのになんでまた食うんだ。さっきの手紙のご用事何ってお互い散々繰り返してまだ懲りないなんて。自分のことを棚にあげるつもりはないけど、まるでブラックホールだ。見境がなさすぎる。クソ、コピー取っときゃよかった。あんな芸術的な手紙はもう書ける気がしない。そうしてまたいつもの空振りに終わる。届いたと思うそばから振り出しに戻る。お互い分かってるのにどうにもならなくて、やるせないラリーだけが延々と続く。伝えても伝えても空振りに終わる。届いたと思うそばから振り出しに戻る。お互い分かってるのにどうにもならなくて、中身のないラリーだけが延々と続く。